ベネラ2号とは1965年にソビエト連邦によって打ち上げられた金星探査機。この年にソ連が打ち上げた3機の金星探査機の最初の一つである。金星をフライバイしながら観測を行う計画だったが、金星到達前に更新が途絶えた。この年にソ連が打ち上げた。 ベネラ2号を含む3機の金星探査機は、は3メガボルトと呼ばれる衛星バスを使用していた。3メガボルトは金星、火星の探査に兼用でき、1964年から1965年に、ゾンド1から3号として、試験飛行が行われた。ベネラ2号と3号では観測装置が異なり、2号は、フライバイ観測用のカメラなどを、 ベネラ3号では着陸カプセルを搭載した。1965年11月12日、ベネラ2号はモルニアロケットによって宇宙大気軌道に投入され、その後上段ロケットを噴射して金星へ向かう軌道に乗った。ところが金星へ到着する前にベネラ2号との交信が失われてしまった。 探査機はデータを送信することなく1966年2月27日に、近世から2万4 0 0 0トルの距離を通過し、太陽を周回する、人工惑星になった。なお、ベネラ2号の直後に打ち上げられた2機の巡動計器も、更新の途絶や地球周回軌道からの離脱失敗のために、いずれも有用なデータを送り届けることはできなかった。ただし、3号は、 更新が途絶えた状態で金星に衝突し、世界で初めて他の惑星へ到達した人工物となった。ありがとうございます。